オレンジカフェ。はい。時刻は2時半もありました。オレンジカフェの時間です。MC は福岡県若年性認知症サポートセンターの安部が務めてまいります。この番組はギノアンヒルズ通り FM ギノ海の見える素敵なスタジオより今回も残念ながら録音で、この後3時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。 この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは7 9 7 f m g n o s c o m また、f m g n o s ではツイキャスト YouTube ライブで映像と音声を ネット配信しています FM 技能のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいお気軽に参加してくださいねぜひ YouTube チャンネル登録お願いしますまたサイマル放送も行っておりますスマホで聞く場合アプリリスラジカマイチューナーラジオをダウンロードしていただいたらいつでもこのラジオを楽しむことができますので皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいねはい今日も始まりましたオレンジカフェです はい、今日も録音で、ごめんなさい。はい、はい、今日も収録です。<laughs> はい、すみません、いつものメールの方、ごめんなさい, <laughs> い。はい、まはい、頑張ります。はい。はい。えっと、まあ、ね、メールもしくれたらですね、ちゃんと、はい、るさんに伝えて。はい、その生放送できる時に。はい。はい、えっ、ー、と、答えていただきますので。はい。はい。はい 心を込めて答えたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりちょっと、あの収録の時は気になるようで。あの、はい。連絡も来るので。はい。はい。すいません。ごめんなさい。お忙しいから、まあ、しょうがないんですけど。はい。はい。最近加速してます。すいません。ああ、年末に向けて。 いいやななんか分かんないですけど忙しいんですよ毎日がどうしましょうみたいな感じで今日もあの相談を一緒にあの障害者の就労をするっていうことのセンターにお伺いしたりとかもしてましたじゃあ,あの、うん、若年性認知症の活動で、はいはいはい、そうですそうですそれで今あの途中のところの大きなスーパーの中でやってます <laughs> 今ですか はい、スーパーのフードコート、あの、皆さんがよく知ってるペ a ペ p ドームってあるんですよ。はい,は,いは,いはい、はい。ソフトバンクホークスの。うんうん、その隣に、マークイズという大きな、あの、商業施設があって、その中でやってます。はい。はい、はい、そんな感じです。すごいな、はい、どっからでもできるという。<laughs> 便利ですね、ズームがあると。<laughs> ありがとうございます。すね、はい。はい、ありがとうございます。はい。 今今日ですね、はい、実はその、えっと、障害者の就労の話に行ったときに、はい、これからその障害者枠で雇うのがすごく増えるっいう話がありました。今までは障害者枠っていうのがあ,のあったよりも、もう少し人数を増やすっていうことが、うん、企業の方がやらないといけない義務が始まるってことを聞いて、うん、あいいことだなと思って入ってきました、聞いてる中で。はいね、昔は ななかなか障害者を持った方っていうのは身体的な部分が多かったんですが今はり精神の方とかそういう方々も働けるための工夫ということで、うんうん、ジョブコーチっていう方がいらっしゃるんですよ。 あの職場にあなたここ行きなさいってことだけじゃなくてその人が就職するってために今日も説明があったんですけどまずは経験をしてもらうことで体験があってでその中で調整をしながらあここで大丈夫ですっていったらジョブ工事がつきながら働くとそういったあの働き方になっているようですはい昔とだいぶ変わってきてるから障害者の人も社会参加しやすい環境だなって思いました。はい 僕も、あのー、昔1人精神の障害を持った方雇ったことがあるんですけどすごく真面目でそう,です、ね、そう頑張ってくれて、うん、ただそのやっぱりうちだといろんな人の話を聞いて何かしらフラッシュバックしたらしくてそれでもう泣いてちょっと来れなくなったんですよ。うん なるほどですねやっぱりねちょっとした傷だったりするんだけど本人にとったらすごい大きな傷なんですよね。ねその辺がでも難しいですねやっぱ僕らからしたらいやいや大したことないじゃんって思うんですけど結構その2週間もっとかな1か月くらいやってすごい真面目なんでみんなからも慕われていたので。 うんうん、なんかもったいないなーっていうのがあったんですけどうん、うん、まあ本人はそれどころじゃもうなかったんでしょうね。そうですねやっぱりそのよくちょっと話が飛びますけど、うん、DV とかされて育った子どもっていうのがいるじゃないですかそうするとやっぱりちょっとした音とか。 うん、そういうので反応するっていうのがあって、はい、あの障害を持たないで生まれた子なんだけれど、うん、親が喧嘩したりとか DV とかされることで障害を持った子のようになっていくっていうこともきて、これがなんか第二の障害だっていう話も聞いたことがあります。えー、なんかやっぱりこうその人その人のこう持ってる器があるじゃないですか、うん、精神的な。うん、やっぱそれは違うので、それをやっぱ溢れることが起きると、うん、やっぱり難しいんじゃないかなって思ったりしますよ。うん、そうですね。はい、ただ僕。 僕はそれがすごいいい経験になってです、ねうん、まあ今そこからその別の方を雇うあ別の障害を持った方を雇う機会はないんですけどちょっとやっぱりそ,のそれは意識するじゃないですかだからすごいまた次にはつながるだろうなという感じがするんですね、うん、なるほどなるほど、はい、そうですよねやっぱりその 精神をしてる人たちの入院もですね昔だった入院1回したらずっとっていうのが地域に返そうっていう動きも出てきたりしてるのでやっぱりそういうのもこれから大きく世の中の中で、うん、その 地域がですね、うん、どこまでそういった方々が帰ってくることを受け入れるかっていうことの器も問われる時代になってくると思うんですよ。<は>もう精神というと、みんなひとこくりで考えてしまう、認知症も一緒ですけど、うん、でもそうではなくって、この人が生きていくために、じゃあみんながどう協力し合っていくのか、うん、そういうことも考えていく社会になるのが、2025年から言われている共生社会だと思うんですね。うんうん、共に生きる社会ですね。はい なので、やっぱりそこら辺も踏まえて、今後皆さんが話し合いながら。どこまでだったらできるのか、どこまでなんできないのかということが、お互い得る関係が大事かなと思ったりします。そうですよね。だから、なんか、その、やっぱり。こう、こ、企業側からしたら、やっぱり、その。メリットと。 リスクといいうのは知りたいですよね、はい、メリットも実は僕は大きかったんですよその方雇った時に本当に一生懸命やってくれたからこれって、まあ、特性か分かんないですけどうす、ねうん、なんか人一倍努力してる感じがしたんですよなるほどですねだからそのあたりが分かると中小でも雇いやすいのかなって気はするんですけどそうですね ただあの今日も話してた中で言ったんですけどね、はい、皆さんこの自立っていう言葉を聞いたときに何でも自分でできないとダメって思うじゃないですかでも障害を持ったあるお医者さんがいらっしゃってその方が言った言葉で有名なのは依存する先をどれだけ持つかが自立だとおっしゃったんですはは面白いだから結局自分ができないことを分かった上で どんでだけ頼める人がいるか。それが自分の自立につながるよっていうことは、私はもっともだと思ってますし。しすごいですね、面白い。うん。うん。それをみんなは自立って言ったら、経済的な自立だとか。何でも自分でできないとダメだめだというか、できないから障害なんですよね。うん。うん、障害って言葉はあんまり好きじゃないんですけど、できないから、多分。ちょっと、うん、ちょっとしたお手伝いが必要なだけ。確かに。この言葉って、普通に僕らにも当てはまりますね。うんうんうん なんか。そうですね。うん、そうです。そうです。やっぱり自分一人で頑張ったって限界ありますからね。そうですよね。何もできないですから。うん、そうです。あれはも本当何もできなくて、<laughs> 口だけの人間ですから。<laughs> <laughs> いや、びっくりしますよ。という。なんか、さっきもちょっと話したんですけど、私と違う私がいるような気がするんですよ。え、どういうことですか。なんか。いや、いや、いや、そういうことではなくて、<laughs> はい、私っていう人間はそのままの。 おばちゃんなわけですよでもいろんな人が見るときには何かこう接し方でこう肩書きかした肩書きじゃないんですけどそれ見られる方もいらっしゃる,たりするので。確でさっき自分の娘に言ったんですよ「私って一体何なんだろう?」って言ったらね、うん、言われました「強烈な大阪のおばちゃん」<laughs> それはしっくりきたな <laughs>、えー。そうですかねやっぱ確かにこう僕もねその <laughs>、うん、仕事のあれで見てて、うんうん、最初はやっぱり。 ちょっと怖かったですからね。うん、え誰がですか？安倍さん。なんでですか？なんかやっぱりこう、ででほら結構やっぱズバズバ言うし、この講演会見てて、そう,そうそうそう。本当ですか？うん、いや本当ですか？ですごい考えたことなか鋭いので。そうなんですか、ね。はい、ただやっぱ話しててね。 で一緒にやっぱり飲ませてもらったりして違う一面どんどん見れてすごいいいなとは思うんですけど今はそうですかよかったです怖がられなくて最初はビビってましたよ本当ですか本当です本当ですいやいや本当ですでもね私ねみんな勝手に作ってるような気がするんですよこんな人だろうとかですよね最初は作りますもんね ね、でも全然このままなんですよ。ドジたしね。結構ドジをしますし。し <laughs> ょっちゅうなんかずっこけてますし。だけど、なんか皆さんの中でいろんな私がいて面白いなと。でも、思わないですか。あの。なんて山内さんも一日でもいい、半日でいいから、自分を外から見てみたいと思いませんか。あ、思います。ショック受ける。人がどう見て。受けないです。受けなそんなない。それはないですよね。うん。 だからなんからいつまでたってもできない私が大好きなのでこのままでいいよと思ってできない私でいるから多分依存できるんだと思うんですようん手伝ってあれしてとか言えてだから最近何か周りで私から巻き込まれ事故に起きてる人が多いらしくて <laughs> <laughs> またねそれを阿部さんに本人に言えるというのがやっぱり一番いいですよね。そう そうなんですよ。巻き込まれ事故が多いから、うん、あなたもですかあなたもですかって言い合ってるのがなんか面白いですよ。<laughs> でもなんかそういうことが言えてる中じゃないと、この活動はできないと思ってて。はいはいはい。う 例えば私の仕事っていうのは自分がすごいことはできないんですけど、うん、例えば A さんと B さんをつなぐことをするとか,だから見えない針と糸でこうパッチワークのにつなげていくのが私の仕事でうそう思っててで出会った人たちがどうなるかはそれもいいんですその人たちが考えることなんで、うん、っていうなんかそういう役割かなって最近思ってまいは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 いなんかあのい、ーえー、あ依存の話でいくとですね。うん、はいはいあ<の>はい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  メンヘラジオっていう番組があってその夫婦でやってるんですけど一人は多重人格んていうり性障害でもう一人はギャンブル依存症旦那ははいはいでそれが精神病院に出会って奥さんの方からアプローチして結婚してるんですよへえ素敵ですね素敵です その方々がだからその子たちが言うのが依存して何が悪いのっていう要するにできないから依存するまさにおっしゃる通りなんですよねできないから依存するし依存しないと死ぬからっていうんですよいいですねいいですねそれうんだから今そのあれもすごいしっくりきたなと思ってなるほどでもそうやって言えるっていうのが規律なんですよ だからできないことを言うって勇気いるじゃないですか。やりますねできないことを言ったことで逆に考えたら手伝える人が出てくるということはその人が役割を持つ人としてそのやる人もすごくいいんですよ。うん、私はあの人のために役に立ったわって思えることをしてあげるチャンスをあげてるからこれは私はお互い様だと思いますね。 これこっちが例えば依存される側になったとしても、うん、そういうことはちょっと頭に入ってるのと入ってないのでは違うう気がしますすね、うんうん、そうなんですよ人間ってやっぱりねずっと役割を持ってたんですよ。うん自分は人の役に立ってるかっていうのがやっぱりあるからですねうちの,あの会長も言ってましたけどそれが生きがいだと。うん 生きてる意味があるんだという確かめることだからそういった役割をいろんな人に持っていただくためには依存先を見つけるって大事だと思いますね。なるほど一昔前はね依存はダメだとかってよく言われてたのでやっぱそれは斬新ですねいいですねその大事だと思います私いいつも山に依存してまますからありがとうござす <laughs> 気づいてないかもしれません。<laughs> いやいやいや、もう全然、こっちの方がね、いやいやちょっと精神的に頼りにしている部分もあるので。ね、あ、ちょっとコマーシャルを入れて、また後の話にしていきましょうか。はい、じゃあ、一旦終了でーす。は,い、はい、ありがとうございます。全国各地の若年認知症家族と支援者組織で作る協議会があります。問題解決のための対策を考えたり。 情報発信をしています現在はコロナ相談室も開設しています03-6380-0166全国若年認知症協議会おばあちゃん膝痛いの大丈夫、うん、お友達とグランドゴルフしてると楽しくて吹き飛ぶのだからいつも笑顔なんだうん、うん、あんたも自分の好きなことした方がいいようん 何歳になっても可能性を持ち続ける社会にウェルビーイングな日常を生み出す人企業を育むトラピ NPO 法人認知症フレンドシップクラブは認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの活動をサポートする地域活動の応援団です認知症の人と走るなんとも B オレンジというまちづくり基金の女性活動など地域の中に安心と信頼を認知症フレンドシップクラブにあなたも加わりませんか はい今日は依存という話から入っていっきますが、はい、やっぱり依存という言葉は重たい言葉でもあるわけですよねその依存される側にとっても重たいし依存する側にとっても重たいんだけど、はい、でもこの言葉をちょっと変えると頼りにしてる頼りにされてるってなれば全然もっと軽くなると思うんですよねうん,うんだからなんかそういった関係性が昔は多分地域でも当たり前になったような気がするんですようん例えば沖縄だったら何かほら サトウキビを、ね、こうみんなでするときに誰かが何あの子守りの役をするとか、じゃあこのサトウキビとでお互い様の関係で頼りにされたりって関係があったし、うんで、昔だと貸し借りもあったじゃないですか、ちょっとおしょうゆないわってスーパーにもう閉まっちゃってるから、貸してね、今いつでも空いてるんですけどね、じあはい、はい、後で返すねみたいな、うんうん、そんなことがあったんですけど、今全くないですよね、そう,ねそういうのが。 小学校ぐらいの時にアパートだったんですけどでもあっちに借りてきてとかってありましたからね、うん、あったでしょ、うん、でちょっと余計めに作ったからねうちの味だけどお酒分けとかあったじゃないですかそれもないんですよ今全くないですね,ですねだからそういう意味では厳しい社会かなと思ったりしますけどねなるほどうん 依存推奨したらちょっと危ないんですかねだから頼りにした方がいいんですかねいやいやうんあの頼りにされる人がいるっていうことは、はい、それはその人の役割を持てるっていうことだから、うん、あの大事なことだと思うんですよ、うん、みんな自分一人で頑張りすぎちゃって、うんはい、は限界が来ちゃってバンって爆発しちゃうでしょ、うん、でも例えば頼るっていうのはものに頼るじゃなくて気持ちの上で頼るもあると思うんですよあ,あ確かに。あの人 うん、あの人だったら私のこと話したって聞いてくれるこれも頼るだと思うんですよねでもみんな頼るって言ったらすぐに金銭的とかそっち側に考えちゃうもの、はい、とか、はい、私はそうじゃない見えないものっていうのも大事なの気がしてるのであそれもすごくわかります、うん、なんか会社でも、ね、えっと自分の気持ちをある程度考え方を分かってくれる人がいるのといないのではもう こう全然違いますからね。 そう,そうなんですよだからそういうのって元気なうちから作っておくことが大事かなと思うんですね、うん、あのこの間ね何かの話でき先生か誰か言ってたんですけど、はい、忘れ物をしないようにって事前に準備を親たちが今するじゃないですか、はい、<laughs> だから忘れることが悪になってくるから例えば認知症になった時も忘れるってことが悪になってるんじゃないかっていう話をしてた人がいました、うん、面白いなと思ったんですよ結局今ってみんな 先に先に手を打つじゃないですかだから危ない目にも合わなければ自分が怒られることもないんですよはいははだから逆に大人になって怒られるとすごいショックなんですよねうん、うん、だから人に頼るっていうのは子供の時から頼ってた子いなかったですか宿題やってこなくて友達のあの子に聞いたら打つさせてくれるからかあもうよく言いましたし <laughs> も僕もそうでしたし、ねはい、でも今そんなのないですからね考えたら うん、そっかだからそういうのを何でこう悪みたいになってきたんですかね確かになんかうちの子たちもやっぱり準備は結構徹底してさせてるので僕の場合はねもうノンカいなんでもう別に忘れて怒られればいいじゃんと思ってはいるんですけどな,なんでそうなるんですかね生きづらくなりますよね。ね そうなんですよだからちゃんとしておかない人間は人間じゃないみたいになっていくわけですよね。だからちょっと自分たちと違う人がいたらこうちょっと外そうかとかんあとは何て言うんですかねこう分からない目に遭うとかだから危険なことも覚えていかないからだから急に優しい人が現れて優しい言葉聞けてもらって何でもしてくれる人がいたらその手についていっちゃったりするでしょ。<は>だからやっぱり自分の 体というか気持ちの上で、うん、ちっちゃい時から社会って体験をある程度しておかないと、うん、大人になってからだと多分それが逆にすることが間違ってると思ってしまうのかなと思ったりしますね。あこの頼ることとかがとそうですそうですだから頼っていいんですよ。うんうん、だって頼ったら頼られた人はもっと頑張るし、うん、逆に頼ったことで気持ちよかったらじゃあ今度も自分頼らせてあげようと思うじゃないですか。確かに そして自分ができないことも一回頼られたら逆にその人に頼れますしね遠慮なくな、うんですよそうなんですよ,そうなんですよだからそういうなんていうのかな泥臭い人間関係っていうんですかうそういうのを今の子どもたちにしても大人も作りづらいのかなネットで解決しちゃうからかなって思う。 ですね。大人もきっと作りづらくて、なんか大変な思いしてる人も多いのかなって気はしますね。そうですね。そう思います。だからやっぱりそういうふうに考えると、うん、今の世の中厳しくなってきたんだなって。だから今の人たちって生きづらいんだろうなって思います。はい。だから対応の下手な方がいるじゃないですか。う,すうん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 。うちのスタッフとかでもいるんですけど、ねうん、これは。うん どうしましょうか？っていう話なんですけどあ、あああの <laughs> 私よく言うんですけど、脳、はい、ある？高は爪を隠すっていう言葉が昔からなんですよ。だから本当に最後大変になったら、うん、その発揮したらいいけど、はい、それまでの間っていうのは、うん、他に自分が病気で倒れたりした時に、はい、できる人を作るために。 隠ししてておくののもももも大事かかっていうあれ逆にそれをする中で相手がすぐできなくても私もよく言われたんですよ片目をつぶっっててみなさいって言われます、うん、両目を開けてしっかり見るから相手ができてないことを言いたくなるい。うん、でも片目をつぶってみたら相手のできないことを許せる自分になるじゃないじゃないとじゃないと人は育たないよって言われたことがあって、うん、それからそういうふうにするに努力する でもそう言いながらも怒るんですよ、今日も朝からうちのスタッフ怒ってますから、いいかげんしさいって怒ってますから、でも不思議なんですよ、怒られてもあの人たち全然答えなくて、んなんか、怒られたからやらなきゃって、なんか面白いですよ、3日、4日かかってできなかったことが、なんで1時間でできるのって思いますけど、でも、でもあの私は思うんですよ、そうやって怒られても、はい、やろうと思う、その気持ちを持ってるスタッフは偉い。う 普通怒られたらなんだよと思うのが主義務やりますから。あ,あ確かに。怒るのも疲れるんですけどね。疲れますよね。<laughs> うんうん。そっかそで,でもそういうなんていうのかな。うんうん。うん、サバサバした人間関係っていいですよね。<laughs> そうですね。きっときっともしかしたらあの笑人形作ってるかもしれませんけどね。<laughs> <laughs> いやいやいや。そういう人はね思ってたって言いそうにないから。うん、あでもなんか怒られても平気みたいなので。う でも,でも言いたいことは言わないと分かってくれないのでそれは伝えるようにしてますねうんでもやってくれた時には感謝ですよねやっぱり私はやっぱり自分ができないことをできる人はみんな素晴らしいと思ってますのでやっぱそこはずらせないとってやってくれる人がいることはありがたいと思ってるのでだから私何もできない人なんです口っかりしもい <laughs> でもそれってね、うん、ほんと頼りになる、えーとうん、頼って頼られる社会を安、うん、部さんたちはやっぱり実現していこうと日々やってると思うんですけどそういったこの何ん、うん、て言うんですかねそういった社会にもちろんなっていくというのがいいなって本当にあにいろんな方々がラジオを来てしゃべる。 のを聞いて個性とか見て、やっぱ本当にそれだったらなんていうんですかね、まあいいし楽しそうだなと思ったんですよ。そうそうそう。単純に。なはい。んなんかみんないてあのもちろん S D S D G じゃないなです。L G B T の子たちもみんないて、でお互いこうね楽しく言えて。 若年戦力の人もいて、うんうん。うんうん、だから丹野さんと安倍さんの関係性みたいな、うんうん、なんか、うんうんうん。いやあんたの方が忘れてるよみたいな。うん、そうそうそうよく言われます。ね。<laughs> そういうのが面白いじゃないですか。かしかす楽しいというかう。うん。そうですね。はい。そういった社会は楽しそうだなって本当に思います。そうですね。なんか多分あの私は彼の病気で見てないんだ。と だから多分そのさっき言われた l d g の人たちっていうかね自分たちがそういった世界にいる人たちも私は別にすごいなと思うんですよ、うん、綺麗だなと思うしうん、うん、私もあんなふうになりたいって本当と率に思うしどうやってあんな結果ができるんだろう教えてもらおうとか思うし <laughs> だかやっぱそういうふうになんかフラットなのかもしれない自分の中がなんかみんながそうなってくれたけどなかなかそこはならない部分があるんだけど、うん でも、そういう人がいるよってことを分かってもらうことが。頑張っている人にとってみたら、なんか、あ、私たち普通でいいんだって思ってくれたらいいなと思ってます。そんな感じです。本当ですね。はい。はい。ええ、じゃ、もしメールくれたらですね。安倍さんに転送しておきますので。はい。はい。ちゃんと、あの。心を込めて、お返しいたしますので。よろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございます。じゃ、あそろそろ締めます。はい。 はい締めまーすあり,まー、はい、ありがとうございました。はい今日はバラの中には。はいさよなら。さよなら, <laughs> よならありがとうございます。<laughs>